イブラヒム・ナシル・ランナ・バンデ・ー・リ・キレゲファンは、モルディブの政治家で、第二共和制初代大統領。モルディブは1965年に、イギリスから独立したが、当時のモルディブはスルタンであるムハンマド・ファリド・ディディを、頂点とする君主国であった。ナシルは1957年よりディディの下で首相を、務めたが、国民投票により、 1968年11月11日に、モルディブは、共和制に移行。ナッシルは、初代大統領に就任した。ナッシル政権下、大きな陸地から離れた、モルディブの国際的な知名度は上がり、国家の近代化も進んだ。島国の閉鎖的な社会を、観光を中心とする、開かれた社会へと変貌させ、経済的な成長も、 おおむね良好に達成された。また、モルディブに英語を基礎とした近代教育やテレビラジオを普及させたのもナシル政権である。だが一方、政治的には大統領による権威主義体制が敷かれ、政権への反対意見は容赦なく抹殺された。この体制は、1978年11月11日よりナシルに変わり、 政権を担当することとなったマウムーン・アブドル・ガユーム、大統領の政権下でも続いた。政権異常後の1980年、ガユーム政権に対し反乱を企てるも、失敗に終わっている。政権異常後はシンガポールに亡命し、同国国民として生活していたが、2008年11月に、現地で死去した。この時、首都マレの共和国広場には、 歓喜が掲げられた。ありがとうございます。